から組しか食べれていない。すいません、マネージャーさんから電話かかってきちゃって、めっちゃ電話してました。絶対切れたと思ったけど。すいません、ただいま湯本亜美ちゃんのリハーサルを待ってます。一瞬バッグ持ってきていいですか。一生待ちを。
めっちゃお待たせしてすいません。ごめんなさい。荷物と充電器持ってきました。充電がなくなっちゃう。今は何時だ？もうお腹がペコペコすぎて、今は10分とかですかね。19分？もうちょっとだ。お腹だけ1個だけ食べよう。もうお腹が限界すぎて1個だけ食べます。お腹すいた。朝からグミしか食べてなくて、なんか食べる時間を見失っていた。まあ、この後19時から夜ご飯を食べに行くんです。だからなんかいいやと思ってたんですけど、食べるの。前菜、前菜タイムを楽しませていただいて、なんか夜ご飯食べてたい。
今日は武道館の通しリハーサルをしてました。めっちゃ踊ったな。何時間踊った？朝の8時から9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、10時間なわけないの。なんで10時間っていう計算になるんだろう。9、8時、9時でしょ。10時、11時、12時、13時、14時、15時、16時、17時、あ、10時間あれ朝、あ、18-8って、ね、10だ18時間、10時間踊ってた。でもやっぱリハーサルに参加できると安心しますね。リハーサルに参加できるととっても安心します。今日はグミデーでした。こちらのグミと こちらのグミとご飯に行きたい。早く19時になってほしい。でも明日は時間が、明日はね、あのお仕事がそんなに一日中っていうわけじゃなく少なめなので、少なめっていうのもあれだけど、一日中ではない、朝がすごい早いわけではないので、ちょっと明日コンサートのまとめをします。整理、コンサートの整理をします。自分の中で頑張るぞー。でも全然やばい。あと3日で、3日間のコンサートを完璧にしないといけない。また投資があるのでね。でも頑張ります。本当に武道館終わるまではもう一旦武道館のことで頭がパンクしそう。
と何が不安かな。なんか今回みんな言うんだけど、私だけじゃなくて本当にみんな言うからやっぱそうなんだと思うんだけど、なんか驚くほど番号が覚えられないんだよね。何なんだろう、なんか本当に驚くほど番号が覚えられなくて、おかしいな。なんかその22番とかさ、 22.25 とか 19.75 とか、なんか2桁になった瞬間の難しさってすごいなと思って、いつもさ 7.5 とかさ 9.95 とか覚えてるのに、 6.5 とか 14.5 とか 23.5 とか2桁になった瞬間もうわーってなってる。2桁番号苦手だな。18.25 って何って感じ。なんか今日すごい難しいところだなと思いました。なんかさ、舞台の本番中とかにリハーサルがあったからさ、舞台の2回昼夜やって、その後にリハーサル参加とかしてて、なんか本当に冷や汗かきながらやってたんだけど、でも結局3曲しかリハーサル参加できなくて、武道館3日間ほぼ地起こしなんですけど、全部でも今日2日目とか通しリハーサル参加して、1曲しかリハ参加してなかったけど、えっできたみたいな。その全然まだこれからもっと上手になれるように頑張るんですけど、その完成形ではないにしても、あ、私立ち位置入れるんだみたいな、踊れる、わ頑張ったなみたいなっていう、なんかもう本当なんとか自分の力でやって出てるけど、でまあコンサートと舞台が、オファーいただいた舞台が被っちゃって、本番期間がで、コンサート優先とかはしてるんだけど、でもこうやって奇跡的に本番が被ってないからどっちも出れてる、自分の頑張り次第でどっちも、まあ本当に寝る時間を惜しんで頑張るしかないって感じなんですけど、できてたとしてもあれね、
そのリハに参加できてなくても自分で家で練習してるのでだからできてるってわけなんですけど、いきなり何も練習せずにみんなの輪に入って踊ることは絶対無理で映像を見てずっと家で振り起こししてっていうのをやってできるって感じなんだけど、でもなんかその AKB 側にさね、今後舞台とか出ないでくださいって言われたらさ、なんか考えるところあるなと思って、両立できるように今さ自分が無理してでも頑張ろうっていう気持ちだからできてるけど、そのどっちかを選ぶとかじゃなくて、この期間は何もしないでくださいみたいな、絶対的こっちを優先してくださいってなるとさ、リハーサルとかもそう難しいなと思って、だからちょっとなんかマッチャーが結構さリハーサルで踊れなかったりするとさ、舞台だったからって言うからさ、舞台本番だったからできないですみたいな、それはやめてって今なんかちょっとなんかそのどちらもやらせてもらえてる状況だから、舞台も AKB のお仕事もどっちかをやったせいでどっちかができないですって言っちゃうと、じゃあそっちやんないでって話になるわけで、ってなると全メンバー AKB の仕事に支障をきたすので舞台は参加させませんってことになっちゃうかもしれないから、自分ができないことを舞台のせいにしないでっていう話をしたんですけど、なんかどっちかを選ばないといけない状況で、めっちゃわかるの。そのもう本当にパンパンでもう遊んでてできないとかサボっててできないとかじゃなくて、本当にパンパンだけどできないっていうのはめっちゃわかるんだけど、そう、それは言い訳にできないなと思って、どちらもやらせていただけてることだから、でもそれでどちらもやらせていただけてることがどちらにしかってなるとあれよね、選ばないといけないのかなっていう気持ちになりますよね。だからなんか逆にすごいたくさん演出家さんとか先生とかに、なんかレッスン全く参加できてなかったのに通しリハなんか大丈夫みたいな、そのやる前に、そう、でもえ、もう本当にごめんなさい、それは本当にすいません、本番までには必ず仕上げますので本当にすいません。で、舞台だったんでしょ、大変だねみたいな。でも絶対舞台は言い訳にしたくなくて。てかどちらもやるって自分で決めてるので。言い訳にしちゃいけないよなみたいな。でも本当に。ごめんなさい、逆にすいません。
両立を自分が来ますっていう強気な気持ちで寝ないでいけますよみたいな気持ちでいるけど、なんかその体調を崩したらなんか気持ち的には全然徹夜で練習とか全然できるんだけど、なんかそれで体調を崩したら本当どうしようみたいな、そう難しいんだなって思いました。みんな的にはどっちなんですか？人によると思うけど、そのでも何でもかんでもさ、その全部が全部 AKB が優先とか、全部が全部 AKB が後回しとかじゃなくて、本当に自分が自分の未来のためになる方を優先的に選びたいなっていうのはもちろんきっとみんなあるじゃないですか。だからなんかそのさ、例えば主演舞台とかすごいなんかそのチャンスだなって思うのと、 AKB のコンサートとかが被った時にチャンスだなって思った外仕事を優先させるのは、ファンの皆さん的には、まあでも私のファンのみんなは多分ね、逆にそっちを優先してほしいと思うタイプの人だと思うんだけど、嫌なのか、むずいよね。なんか全部難しいなと思った。まあでもこれはあれですよね、 AKB の〇〇ちゃんが好きか〇〇ちゃんが好きかの問題ですよね。それって AKB の〇〇ちゃんが好きだったら、その外仕事とかよりもコンサートとか AKB のことを絶対的に優先してよって思うだろうし、個人が好きなら個人のより頑張らなきゃって思う方を優先してって思うだろうし、難しい話だ。っていうか K のリハ終わってないかな、おい前押してるかな、1日が24時間じゃ足りなくなりますね。
AKB あっての人気だからなって笑った。そんな人気じゃないからな別に私がね。てか今人気とかの話してないんだけどな、スケジュールの話してたんだけど。K のリハーサル終わったかな。なんか両立できなくなったから、なんかどっちかを絶対的に、なんかその頑張りたいからとか、そういう前向きな卒業じゃんみんな。だからその自分的にも前向きなんだけど、そのなんか両立できないからっていうのってなんか悔しいなと思って。そう。そう、チャンス逃したくない気もする。難しいねって。そうなのね。まあそれを決めるのは自分なんだけどさ、なんかそれに対してなんか普通に、私はさ自分がさ決めてるからさもうあるけどさ、客観的に見た時になんかどう見えるんだろうと思って。そう、なんか舞台コンサートより舞台優先したら叩かれるんじゃないって言われてさ、そうかなと思って。なんかファンの人怒るんじゃないって言われて、あの全然事務所の人とかじゃないんですけど、事務所のみんなは何をしても応援、もうコミちゃんがやりたい方を第一優先って方たちなのであれなんですけど、もうファンの方は別に叩かないと思うけどなみたいな。逆に、叩く人いるのかなみたいな。まあでも客観的に考えたらそうなのかなと思って、そうちょっと今この話になりました。でもそもそもコンサートってさ、出なきゃいけないものじゃなくてさ、出たいものじゃないですか、そもそもの前提が。だから出れないのも本人的にはめっちゃ悔しかったりとかするじゃん。だからそのサボりとかじゃないからさ、全く出たいのよ。めっちゃ出られることとかステージに立てることが光栄なことだから、なんか残念だったねって言う、励ます方はいると思うけど、なんで出ないんだよって叩く人はいないと思うけどなと思って。でもそれは人それぞれによっての価値観だからさ、難しいなと思いました。まあ出るんですけどね、どっちも。あの、ありがたく出させていただくんですけど、今後
もそれでさ、私はそっち自分のお仕事を集中するにあたって AKB のお仕事が参加できないってなったら両立できてないから卒業しようっていう気持ちになったとしてもさ、その急には無理じゃないですか。ってなるとね、それまでの期間難しいなと思ったんだ。まあでも私は楽しくてやってるので、どっちも、演技もアイドルも、アイドルっていうかファンの方の前で踊るのが楽しくてやってるので、楽しむためにはまずは両立とか、その自分が楽しめるぐらいのところまで行けるように頑張ります。楽しくなかったら即やめてますね。そろそろランキング読みます。13位、レンディさん。12位、オリさん。11位、みーちゃん。10位、ヒロさん。9位、サーちゃん。8位、レイちゃん。7位、ヨウさん。6位、シンシン先生。5位、クロ。4位、ナンバーワンさん。3位、大輝くん。2位、ファニーさん。1位、パンダマルさんです。ありがとうございました。ちょっとご飯に間に合わなそうだなあれちょっと行ってきます。今日もお家帰ってからまた配信するんですけど、練習も頑張ります。またね、ありがとうございました。